超卒は中国天津市出身の女子プロテニス選手。2019年全豪オープン女子ダブルスでサマンサストーサーとペアを組んで優勝した。これまでに WTA ツアーでシングルス2勝、ダブルス8勝を挙げている。身長177センチメートル、体重65キログラム。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。自己最高ランキングは シングルス23位、ダブルス14位。サッカー選手の父とバスケットボール選手の母の間に、生まれ6歳からテニスを始める。2004年から ITF サーキット大会に出場を始め、2007年、全豪オープンから4大大会の予選に挑戦し2008年、全米オープンで予選を勝ち上がり初出場した。は回戦で、シード選手と当たることが多く、 2015年、全仏オープンまで出場した14大会連続で、初戦敗退を起死していた。2009年10月のチャイナオープンでは、当時世界ランキング226位で主催者推薦の、出場から1回戦で、リベタ・ベネソバを6から4、6から2、2回戦で当時世界ランキング1位のディナラ・サフィナを7から5、7から6で破る主君を挙げた。226位は、 世界一位の選手に勝った選手の中で最も低いランキングである。2013年9月の公衆国際女子をオープンでシングルス初の決勝に進出し、バニーアキングを7-6、6-1で破り初のシングルスタイトルを獲得した2014年5月の BNL イタリア国際では2回戦で当時、世界ランキング5位のペトラクビトバを7から6、5から7、6から3で破った。 2016年の全豪オープンで第2シードのシモナ・ハレプを6から4、6から3で破り、4大大会15回目の出場で悲願の初勝利を挙げると勢いに乗ってベスト8まで勝ち進む。準々決勝でジョアンナ・コンタに4から6、1から6で破れた。2016年11月14日付のランキングで自己最高の23位を記録している。 ダブルスでは2011年に、クルムダ・テキミコとペアを組 HPO オープンの決勝で、バニア・キングヤロスラはシューエドは組を7 5 36、119で破り、ツアー初優勝を果たした。2012年7月ロンドン五輪では、リダとのペアで出場し、2回戦で、チェコのアンドレア・フラバー・チコバルーシー・ハラデツカ組に3から6、1から6で破れた。 2012年全米オープンでは、小加を、2017年全米オープンでは、先行生とのペアでベスト8。2018年、全米オープンでは、サマンサストーサーとのペアでベスト4に進出した。2019年全豪オープンでは、サマンサストーサーとのペアで、女子ダブルス決勝に進出した。ティメア・バボシュ&、クリスティナ・ムラデノビッチ組を63。 64で破り初の4大大会タイトルを獲得した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。